皆さんこんにちは。引きこもりサワーの時間です。いやー、春分の日を迎えたせいか、すっかりいい陽気になりましたね。僕は穏やかな陽気が大好きですよ。そしてそんなことで、この世の中のさまざまなことも穏やかに解決するといいですよね。では早速今日のお便り行ってみましょうか。じゃん。ペンネーム月の子ちゃんさんよりいただきました。月の子ちゃんさん、ありがとね。いつもありがとう。はい、そして内容ですが、じゃん。わあ、これまた素敵な言葉ですよ。僕はこういうことが素直にできないので、結局大失敗をするような、そんな感じがします。そんな一言になってます。そして月の子ちゃんさんはどちらの方角にお住みでしょうか。僕はもう足を向けて眠れませんので、今度この方角は向けちゃダメだよっていう風に教えてくださいね。では月の子ちゃんさんからの一言どうぞ。わからないことは恥ずかしがらずに聞いてみよう。